ムルシエラ語は、イタリアの自動車メーカーランボルギーニが2001年から2010年にかけて製造したスーパーカー。ムルシエラ語はスペイン語で、コウモリの意味。イタリア語での発音は、ムルチェラ語に近いが、稀に、ムルシエラ語と発音されることもある。ムルシエラ語は、ランボルギーニがアウディサンカに入った後に発売された最初の新車種であり、ディアブロの後継車種となる。 フラッグシップスポーツカーである。2001年のフランクフルトモーターショーで一般向けに発表され、同年9月から市販された。社名は過去のランボルギーニ社の伝統に倣って19世紀に実在した伝説的な闘牛の名前に由来する。スタイリングは当時、ランボルギーニのデザイン部長であったルクドン・カーボール家が担当した。後に発表されたガヤルドに比べ、親会社である。 アウディ社の影響が少ないモデルとの評価がある。例えばガヤルドはアルミ製スペースフレームにアウディの設備を利用して設計されたエンジンを搭載する仕様であるが、本社種はアウディに買収される以前に設計したディアブロの構造的特徴の多くを受け継いでいる。ボディは格断面を持つ交換スペースフレームによって組まれ、外部からの応力をほぼ全て車身によって負担する構造を持っている。 シャジーの大部分はスチール製であるが、フロアパネルと一部の補強用補助構造体などはカーボンファイバーが使用されている。また、ボディパネルにもカーボンファイバーを用いられているが、ルーフと左右のドアにはスチール素材を使っている。これらの最先端素材を多用したことで、ディアブロより全長が約 100mm 延長されているにもかかわらず、 乾燥重量はほぼ同水準の1 6 5 0ラムとなっている。ディアブロには、後輪駆動と四輪駆動の両系統のモデルが用意されていたが、ムルシエラゴには四輪駆動のみとされている。ムルシエラゴの四輪駆動は、比較的簡易な構造を持つ、ビスカス式センターデフを持つものであり、動作制御も、ディアブロが姿勢を崩した時に効果を発揮する仕様に、対し、通常でも前輪にも、 積極的に駆動力を配分するものに変更されている。社名を表すエンブレムが装着されていない代わりに、ドアのサイドシル部分にムルシーラゴのロゴが刻まれている。ドアの開口部はシザードアの上昇量が増やされ、開口部も広く取られたことにより、ディアブロに比べ上向性が向上している。搭載エンジンは新規設計されたものではなく、ディアブロから引き継ぎとなる、 アルミダイキャスト60度バンクを持つ水冷 V 型12気筒 DOHC エンジンの発展系を搭載する。このエンジンはカウンタックからディアブロを経てムルシエラゴまで基本構造を受け継ぐ設計であり、ディアブロの最終生産型である6.0のものに基本ストロークを延長し、排気量は6.2リットルとしている。またディアブロのエンジンと比較して素材見直しによる ムービングパーツの軽量化も行われている。出力は 580hp、トルク 66.3kgm、M とされている。このエンジンの感触について、福野玲一郎は、古典的なエンジン、いかにも内燃機らしい豪快な回り方と評している。パワートレインの配置も、カウンタックからディアブロを経て受け継いだもので、運転席と助手席の後ろに置かれたエンジンの出力は、 運転席と助手席の間のセンタートンネルに置かれたトランスミッションを経由した上で後輪に伝えられている。しかし、ディアブロ以前にはオイルパンを貫通していたドライブシャフトをリファレンシャルギアごと車体右側にずらして設置し、潤滑方式をドライサンプにすることによってエンジンの搭載位置を 50mm 下げている。また、トランスミッションも従来の5速から6速に変更され、 後に E ギアと呼ばれるセミオートマチックトランスミッションが追加された。アメリカ環境保護局とエネルギー省が毎年発表する燃費ワーストランキング2010年では本車種の MT 仕様が市街地燃費 3.4kmL、高速燃費 5.53kmL とワースト1位に選ばれている。またセミオートマチック仕様も3位に選ばれている。なお、 ランボルギーニは4年連続1位となった。2001年のフランクフルトモーターショーで発表。2004年3月、ジュネーブモーターショーにて、ムルシエラゴロードスターを発表。2006年3月、ジュネーブモーターショーにて、ムルシエラゴ LP640 を発表し、翌月から予約を開始。また、同月に生産2000台を達成。同年11月のロサンゼルスオートショーには、 LP640 のロードスターバージョンも発表。2010年2月に生産4000台を達成。同年11月に生産終了。総生産台数は4099台。後継者種はアベンタドール。6.2ロードスター LP640LP640 LP、ロードスターレベントン LP670 から4数。 パーベロチアーチ RGTRG-1RG-1LMLP670RSV レーターエンジニアリングが開発した世界4台ジュネーブモーターショーでロードバージョンが発表されたマシン日本にも1台輸入され行動使用ナンバー取得をしていた現在は売却され海外に輸出されたとも h t t p j f o r v o c o m スラッシュワードスラッシュランボルギーニムールシパーセント C3 パーセント AQ ラゴイット乾燥重量とはオイル、冷却水、ガソリンなどを一切入れない状態での重量のこと日本国で登録されたムルシエラゴの車検証記載車重は1 8 7 0ラム a b 服の前継所 46から47ページ2は、ブガッティペイロン。こちらは、市街地燃費 3.24kmL、高速燃費 55.95kmL となっている。アウトモビリランボルギーニジャパン。プレスリリース、ランボルギーニムルシエラゴロードスターの詳細を発表。2010年11月12日閲覧。アウトモビリランボルギーニジャパン。プレスリリース、新型。 ランボルギーニムルシエラゴ LP640 発表。2010年11月12日閲覧。アウトモビリランボルギーニジャパン。プレスリリース、ランボルギーニルシエラゴ LP640 予約受付開始。2010年11月12日閲覧。アウトモビリランボルギーニジャパン。プレスリリース、ランボルギーニムルシエラゴ、生産2000台に到達。 2010年11月12日閲覧アウトモビリランボルギーニジャパンプレスリリースムルシエラゴ LP640 ロードスターを発表2010年11月12日閲覧アウトモビリランボルギーニジャパンプレスリリースランボルギーニ記念すべきムルシエラゴ生産4000台を達成2010年11月12日閲覧アウトモビリランボルギーニジャパン プレスリリース、大成功を収めた、スーパースポーツカー、ムルシエラゴの最後の生産番号は4099。2010年11月12日閲覧。40th anniversary モデル、ムルシエラゴ猫パブリッシング、サプルカーアーカイブス、2009年、78から81ページ。ムルシエラゴバルケッタ、ランボルギーニ猫、パブリッシング、ロッソスーパー,アーカーインデックス。 2003年、14から17ページ。桜井健一、ロードスター、ムルシエラゴネコパブリッシング、サプルカーアーカイブス、2009年、70から77ページ。山崎ガ雄、LP640 ベルスッチ、ムルシエラゴネコパブリッシング、サプルカーアーカイブス、2009年、90から91ページ。ランボルギーニムルシエラゴ LP650 から4。 ロードスター登場。オートブログ。2018年12月4日閲覧。アウトモビリランボルギーニジャパン。プレスリリース。ランボルギーニムルシエラゴ LP670 から4。スーパーベローチェ発表。2010年11月12日閲覧。森脇実、のる。北京モーター小0中国限定10代。ランボルギーニムルシエラゴ。レスポンス。2018年10月20日閲覧。 RGT ランボ史上最高のコンペティションモデルムルシエラゴネコパブリッシングサプルカーアーカイブス2009年明け嵐雅彦猛牛再びルマンに挑戦朝日新聞デジタル朝日新聞社2018年12月23日閲覧ティームの歴史ジャロック2018年10月12日閲覧ティンゲロックついに優勝 ジャロック、2018年12月2日閲覧。ジャロックルマンへの挑戦。ムルシエラゴネコパブリッシング。サプルカーアーカイブス。2009年。86から89ページ。河原版担当のレース3000期2007ン24時間レース。ジャロック、2018年12月18日閲覧。明け嵐正彦。勇気の決断。朝日新聞デジタル。朝日新聞社。 2018年12月23日閲覧。FIAGTO ランボルギーニムルシエラゴ LP670R SV がお披露目。オートブログ2018年11月22日閲覧。ありがとうございます。